ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。1月24日木曜日、第26回ゴルフコンドル、私は司会のコウキです。そして相方の太田さんです。おはようございます。おはようございます。そしてもう一方、西川塾長と言いたいところなんですけれども、太田さん、塾長はどうされてますでしょうか。塾長はね、今ね、ハワイに武者修行に行ってます。武者修行違う、確か明日ぐらいにチーム芹沢と合流するでだから。ああ、そうですか。うん、いやグローバルやからね。グローバルだから、まあ、塾長はね、ちなみに後半は必ず出てきますんで、昨日1月23日水曜日なんですけれども、私ども3人、関西 K クラブというね、関西 K クラブさんのゴルフコンペですよね。そうですね、毎月1回どっかの水曜日にやってるコンペなんですけど、だいたい毎回30人前後来るかな。30人、うん、そうですね、うん、非常にレベルの高いコンペでございます。レベル高いですね。そのね、ちょっと内容、レベルの内容とかもちょっとエンディングの時にね、ちょっと時間割いてお話しさせていただいたらと思うんですけど、ちなみにも 70代出してもベスグロ取られんからね。ねえ取ったことない、まあ、ちなみに結果だけちょっと申しますとね、ゴルフコンドルの、3人中2人で優勝、準優勝を取ったというね。おお、ワンツーワンツーですよ、俺も出たかった。いやいや、王さん出てますやん、ね、まあ、ちなみにもう僕が優勝しまして、塾長は2位だったんですけど、ま、ちょっとすごいことも起こったからね。すごいことも起こりましたし、すごいことも起こりましたんで。日刊スポーツの記事です。藤田、ハワイで師匠からスイングチェック。前年度の、国内男子ツアー賞金王の藤田寛之選手が、23日成田発でハワイ合宿に出発しましたというこのニュースなんですけれども、師匠の芹沢信を率いるチーム芹沢の仲間とともに、2週間のトレーニングをハワイで積むみたいですね。太田さん、うん、これチーム芹沢というと宮本プロとか上井プロとか、ね、はいはい、そうですね、うん、宮本プロ、上井プロね、他にももしかしたらおられるかもしれないですけど、やると思うけどな、ね、うん、メインがやっぱりこの4人に、そうですね、なりますよね、うんうん、この芹沢信夫プロ、師匠になられる方なんですけれども、うん、この方もですね、日本ツアーツアー優勝5回されてる方で、うん、89年には賞金ランキング6位ということでね、まあ、うん、有名なプロですよね、この方も。あ、甘い顔してるで、ね、シニア界のファッションリーダーみたいな感じでね、甘いぜみたいなそれでこの藤田寛之プロなんですけれども、うん、国内男子ツアーは、マスターズの翌週からなんですけれども、来月20日の、アクセンチュアマッチプレー選手権でアメリカツアーに参戦して、その後2度目の出場となるマスターズへ乗り込んでいくということでね。あ、じゃあいきなりポッといってマスターズ出るわけじゃないから、うん、気候とか時差的なものも十分慣れる時間あるっていうことだね。そうですね、やっぱりマスターズのための、まあ、調整にもなるこの試合だとは思うんですけどね、うん、なるほど。じゃあ2ヶ月ぐらいアメリカに行って、で挑むと。はいはい、そうです。これでもさ、この2ヶ月の間に優勝したりしてな。ねえ、僕はそれ見たいですけどね。いや、見たいというかあるじゃん、言うたらこの、ありますよ全然、今の日本人のプロの中で、うん、可能性あるんちゃうんかなみたいな。いやいや、もう十分ね、うん、ルークドナルドみたいな戦い方がパシッとこう自分のイメージ通りできた時に。そうですよね、うん、でもリョー君も便乗しちゃって、次の週も優勝するねえ、そんないいな、そんな記事だったら明るいよね。ねえ、明るい、日本にとっても日本のゴルフ界にとってもね、ものすごく明るい記事になるんですけれども、でも可能性は、うん、全然ゼロじゃないような気がします。そうですね、うん、それでこの師匠の芹沢さんにスイングを見てもらって判断してもらうと、
マスターズまでに不安要素を消しておきたいからねということで、やっぱり芹澤師匠にやっぱり藤田寛之選手は見てもらうのがやっぱりね、こう安心すると言ったら変なんですけれども、やっぱり、うん、やっぱ2人で作ってきたスイングなのな。そうですよね、うん、まあ、一般のアマチュアから藤田寛之プロのスイングをね見ればちょっと上トップの位置でククって入るんで独特かなとか思うんですけどね。止まってるように見えるもんないし、うん、でもこれが藤田寛之プロのリズムということで。そうそうそう、うん、だってもうドローもフェードももう何でも来いやで。すごいですもんね、うん。ISM の記事です。世界ランキング全州 V のブライアン・ゲイ180人抜き、石川は83位。アメリカ男子ツアーヒューマナチャレンジで3人によるプレーオフを制し優勝したブライアン・ゲイ選手が、最新の世界ランキングで296位から一気にですね116位に超ジャンプアップしたということですね。こんな上がんねえな、優勝してね。やっぱりあれちゃいますかね、この300位前後でやっぱり優勝となると一気にポイントガツンって入るから。ああ、なるほど。もう言うたらゼロなわけやな、うん、まあ言うたらそうですね、ほとんどポイントはなくて、うん、そうですそうですそうです。でガンってやるとボーンって上がるわけやな。そうですよね、うん、でこっから辺からもうひしめき合ってるわけや。そうです。だからこっから50位以内に入ってくるとか、またもう一発優勝せなあかんとか、なんかそんな感じになってくるんでしょうけど、うんうん。そして前回さ、その欧州ツアーの、はい、あのアブダビ HSBC ゴルフ選手権で結構名前挙げてたオールセンとか、そういう選手が、ね、結局全員無理で、そうそうそうなんですよ。2人で全く名前挙げてなかった、うん、選手がジェイミー・ドナルドソンか、はい、が上がったもんね。ね、ジェイミー・ドナルドソン選手が逆転優勝ということで、うんうん、でこの人もやっぱり47位からこの優勝で29位に、うん、大躍進ですよね、うん、これ上がってますねこれ。うん、でもこの方はあれなんですね、ジェイミー・ドナルドソンさんは世界ランキングもともと50位以内の選手なんですね。僕知りませんでしたけど。そうやな、マスターズの切符持ってはるいてね、持ってはる人ですもんね、うん。で俺らがちょっとこの人もどうや言ってた、あの強いぞ言ってた、あのトービオン・オールセン。いや、オールセン、はい、うん、この人52位から42位にランクアップしたけど、これはどうなの。これも出れるはずなんじゃないですか、ね、出れるのかな、多分、うん、ちょっと調べてないんであれなんですけれども、うん、ね、多分出れるはずなんじゃないかな、うん、うん。それで私どもがあの予想してましたジャスティン・ローズがね2位タイで負けちゃいまして、ね、うん、まあ、でもこの選手もジャスティン・ローズも、世界ランキングは5位から4位と、もう実力者やからね、やっぱり、ね、順位を上げて一番最初に言ってましたヒューマナチャレンジなんですけれども、こちらはチャールズ・ハウエル3世、デビッド・リングマース、そしてブライアン・ゲイの3人の、ね、プレーオフだったんですけれども、ブライアン・ゲイが優勝しましたということで、ツアー4勝みたいですね、うんうんうん、4勝、あ、4年ぶりのツアー4勝目で、はい、そうなんですよ、復活、うん、復活で。このブライアン・ゲイの娘さんはアメリカのミス・ティーンエイジャーみたいで。そうなの、はい、それで一回あの、ね、このブライアン・ゲイのバッグ担いだことあるみたいなんですよ。あ、娘さんが、娘さんがね。へえ。その時はブライアン・ゲイよりも、うん、あの娘さんが見たさにものすごいギャラリーだったという人もありますけどね。ゲイさんとこの、ゲイさんとこの娘さん、美人やでみたいな、えらい綺麗やから、そう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 、みんな見に行こうかよで、ブライアン見たってみたいな、ね、うん、でもね今回ブライアンゲイ優勝しましたんで ね、うん、まあこれで優勝しましたんで、マスターズの切符もゲットしましたからね。そうやんか、180人抜いてゲット、うん、ねえ、すごいな。まだちょっとね、マスターズ始まった時にはちょっと気にしとってもらいたい、ね、ちょっと人ですね。リスナーさんからいただきましたコメントのコーナーです。1月のテーマ冬のゴルフということなんですけれども、今回も、冬のゴルフとは関係ないかもしれませんがコメントいただいてますので読ませていただきたいと思います。お一人目、ブラッドさんからいただきましたコメントです。皆さんこんにちは、アメリカテネシー州からのリスナーです。今月から聞き始め、
通勤の車の中で楽しませていただいています。第19回にてアメリカの76歳のゴルファーが1日に2度ホールインワンというニュースを取り上げておられましたが、私もこのコースでよくプレーしてます。こんな田舎のコースが話題に上がりびっくり感動、私も同じ記録にチャレンジしていきます。まあ1回もホールインワンしたことないですが、ゴルコンもグローバルになってきています。これからもいろいろな話題と皆さんの会話を楽しませていただきますので、よろしくお願いしますね。ということで、ブラッドさんからいただきましたコメントです。はい、ブラッドさん、アメリカのテネシー州からどうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、それやったよな、あの、おじいちゃんが、おじいちゃん2回ね、何かあの同じクラブ使ったよな、あれ ハイブリッドハイブリッドユーティリティみたいな、ユーティリティね、2回お使いになられて、俺今焦ったわ、こうちゃんが呼んでて、それわしって言うかな。いやいや、その人から日本語で言ってたやろ、アメリカの、言ってました言ってました、それね、僕なんですよって言うから。日本語喋れんねやみたいな。いやね、テネシー州から聞いていただけてて、しかもこのね、ブラッドさんがよくプレイしているコースなんですね。すごいですね、これ。こういうのあるんですね。ね、テネシー州って言ったら結構、まあどっちかというと田舎の方ですよね。うんうん、いや、これはブラッドさん感動されますよね、もちろん。うんうん、もう多分今頃知り合いになってんちゃうかな、その人と。ね、ブラッドさん、日本でニュースになってるぜ、You。うん、ぜひね、だってこのコース回りまくってるって言ってましたもんね、なあ、ニュースで。もう可能性は十分ある。だってあの人ら週3回ラウンドしてたの、確か。そう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 、週3 週3です。どんだけ元気やねん言うたもんな。あ、あ、それでこの、ブラッドさんも同じ記録に挑戦してるということで。なるほど、でも、1回もホールインワンしたことないというね。まあ、それは普通ですよ、うん、ホールインワンしたことないのが普通ですからね。グローバルになってきてますね、本当に。ね、うん、ぜひちょっとまた引き続き、そうですね、そちらの、その、テネシー州ネタと、で、アメリカゴルフあるあるをいただきたいですね。いいですね。ね、多分僕の予想なんですけど、はい、テネシーといえば、うん、お酒で言いましたらね、テネシーウイスキー、ジャック・ダニエルなんですよね。ほうほうほう。ジャック・ダニエルって有名なあれ？有名なジャック・ダニエルです。あ、テネシー州産なの？そうなんですよ、そうなんですよ。へぇ、なんで、ジャック・ダニエルを飲みながらゴルフしてますとかね。ないかな。ペロペロですわ、みたいな。ペロペロでやってます、みたいな。18ホールで飲み切ります、みたいな。ね、まだ、ね、ほんとあるあるとかコメントぜひいただけたらと思います。また、ご当地ゴルフ、来月のテーマがご当地ゴルフなんで。あ、そうやね。ぜひぜひそのコースのちょっと、レポートとかいただけたら、ね。そうですね。またコメントで、はい、アメリカのこのテネシー州はこんな感じですとかね。実はもう、その、ホールインワン2回したおっちゃんのもう銅像が立ってますとかね。ああ、もしかしたら立つかもしれませんもんね。いや、可能性あるよな、でも。可能性ありますからね。またブラッドさん、コメント、ゴルフあるあるありましたら、どうぞ番組の方によろしくお願いいたします。お願いします。それではお二人目のコメント読ませていただきます。お二人目、田辺さんからいただきましたコメントです。そしたら読ませていただきます。皆さんこんにちは、コンドール。コウキさん、先日はツイキャス楽しかったです。あんな真夜中にあんな爆笑トークを生で見れて、カネゴンさんと私は今年はラッキーなことが目白押しだと思います。さて、 Facebook に皆様のお揃いのスリクソンのキャディバッグが出ていましたが、何を基準にバッグのメーカーを選びますか？ちなみに私はドライバーがテーラーメイドなので、キャディバッグもテーラーメイドにしましたが、アイアンはスリクソンです。アイアンに合わせてバッグもスリクソンにした方が良かったかなと最近思ってます。かっこ憧れの太田さんたちとも同じですしね。そうそう買い替えるものでもないですし、教えてください。コンドルカードにクレジット機能がついたそうですね。
バープラスの支払いにブラックコンドルカードを使っているコウキさんが映っていました。赤ワインで酔っ払っていたのか、コウキさんうっかりしてましたね、かっこ笑い。それではドルコンゴルフということで、田辺さんからいただきましたコメントでした。ほら逆もありなんやね、ドンコンゴルフ言えてない言えてない、ドン言うてるドルコンゴルフですよね、うん、何がないのクレジットカード見られたん、わかんやん、まだ今やってる最中やのに。いや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 、ちなみに限度額は2500円です。2500円、安っ。もう限度額みたいな、安っ。これまた修正のお時間ありますけど、初めて聞かれたリスナーさん、コンドルカードって何やろって思われた方もおられるかもしれませんけども、これ田辺さん、私どもが、勝手に空想でネタにしていることですので、実際ございますのでね、その辺よろしくお願いいたしますということで、先日ね、前回の放送でも言いました、ツイキャス、ね、ツイートと連動した、生放送ツイキャスを私が、新大阪のバープラスさんで飲んでるところをねさせていただいたんですけれども、それ真夜中に本当させていただいたんですけれども、ね、田辺さんとカネゴンさんが見ていただいて爆笑トークを生で見れてよかったですということで、なんか面白かったんですかね、僕正直覚えてないんですよ、酔ってて。酔ってても何とか覚えてないじゃん。覚えてないんですよ、本当に、あんまり。まあでも、一つお約束できるのが、新大阪のバープラスさんで、ゴルフコンドル聞いてますって言ったら、何かおつまみ、無料でついてきますんで。お、そうなん？そうなんですよ、それはマスターと約束しましてね。ほんまにこれはもう事実ですから、うん、なるほど。その代わりですね、その何回も言うとかそういうのあるかもしれないんで、その代わりお名前をね、そのリスナーネームでもいつもツイッターネームでも構いませんので、何々ですけどゴルフコンドル聞いてますって言っていただいたら、マスターが控えるようにしますので、コンですけどとか、いえ、それドルですけど、それあれですよ、太田さんと塾長ですよ、バレてバブラス、ね、ありがとうございます、協賛なのでありがとうございます、マスター聞いてますか、ありがとうございますそれで Facebook の方に私がキャディバッグのね、3人のキャディバッグを写真載せまして、それでのコメントなんですけれども、あれ気づかんかったわ。あ、そうですか。打ちっぱなしいた時に撮ってんな、あれ。そうです、そうです。僕が、ちょうど3つ並ぶってことあんまないじゃないですか、キャディバッグが。うんうん、で、僕、あ、これいい写真できそうやなと思って、で、パシって撮って、それをね、出したんですけど。分かれへんかった、うん。あれ、実は後ろに太田さんの車映ってますけどね。うん、それで、まあ、私ども、スリクソンのキャディバッグということで、何を基準に選びますかということで。で、田辺さんはドライバーがテーラーメイドなのでテーラーメイドにしましたが、アイアンはスリクソンですということで、うん、まあ、それよりもこっちサイドやね。だって、うん、こうちゃんあれスリクソンあれ確かもらってんな、景品やったっけ。そうです、僕はですね、景品というか、いとこからもらったんですよ。あ、いとこからもらった。はい、いとこからもう、うん、でも あれやんな、結局そのスリクソンのバッグが先入って、その時クラブはスリクソンじゃなかったもんな、はい。そうですね、その時はキャロウェイでしたから、僕。そう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 、はい、だから、まあ、たまたま偶然みたいな。そうです、僕の場合は完全に偶然ですよね、うん、で、うん、そして僕が、はい、太田さん、あ、僕は去年の誕生日に塾長にもいただいたんですよ。あ、誕生日プレゼント、塾長にいただいて、はい、ああ、おととしか、おととし、おととしですね、うん、おと、あ、そうなんですか。そうなんですよ、たまたま僕はわあ、ちょっとサメみたいなマークかっこいいですわ、ああいう段を塾長覚えてくれてて、さすがですね、塾長、うん、でなんかどっか行った時に、そのトラックにバーンって開けた時に入ったって、てっきり塾長どっかコンペてゲットしてきたと思ったから、おうおうおう、うわ塾長これ安く売ってくださいって言おうかなと思った、おい、おう、誕生日とか言って、かっこいい、かっこいいパパかっこいいみたいな、それ惚れてまうやろって話ですね、それ。惚れてまうやろ、めっちゃかっこいいと思って、いただいたんですよ。あ、本当ですか、はい、で塾長のバッグに至ってはあれよく目を凝らし見ると分かるかな、分かれんかな、ちょっと表紙角度的に、
うん、角度的に分かんないかもしれない。あのバックに思いっきりあのサトルヒロタって書いてます、はい、プロのバックです、ね、あのプロというわけでいただいて3人とも買ってません。そうなんですよ、3人とも実は自分で購入してないという、ね、購入してなかったっていう、ね、ただまあやっぱりその例えば自分がこうアイアンをね、うんうん、テーラーメイドのアイアンを使っているとかキャロエのアイアンを使っているで、まあ、それが気に入っていてそれをメインで、まあ、あのテーラーメイドをバックにするとか、あとはドライバーはもうずっともうあのナイキ一筋やから、ね、ナイキのバックとか、はいはいはい、まあ、そういう考え方でいいんじゃないですかね。その、うん、キャディバックって自己主張できる大きな部分だと思うんですよね、うんうんうん、なので僕の意見からするとやっぱり一番好きな、うんうん、やっぱりブランドをやっぱ持ってくるのがいいかなとか思ったりしますね。そうなんだ、まあ、ツアーステージのバックパッて見たら、まあ、絶対ツアーステージのアイアンかドライバーとかが入ってそうなイメージあるもんね。そうですね、うん、でパッと見てツアーステージのバックだったら、あ、この人ツアーステージ好きなんだなとかね。ああそうやな、まずそっから入るよな、うん、そういう第一印象もねちょっと分かりやすいかなっていうのもあるし、うん、こんな感じで田辺さんよろしいでしょうか。田辺さん、またコメントあるあるありましたらどうぞよろしくお願いいたします。エンディングのコーナーです。その前にですね、塾長帰ってこられました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すみません遅れまして。いやいや、とんでもないですよ、はいはい、飛行機の時間変えられない。飛行機でね、そうやな、ごめんな、はいはい、まあ、そういう塾長ご存知ないかもしれないですけどもハワイっていうことになってたんで、はい、あ、ソニーオープンの後やからな。じゃあ塾長すいません、エンディングからになりますがよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、それではあるあるをちょっとご紹介させていただきます。お久しぶりでございます。九州男児さんからの、あ、お久しぶり、はい、お久しぶりですよね。お久しぶりですね、はい、こちらコメントあるあるでいただいてますんでちょっと読ませていただきます。コウキさん、コンタさん、ドル西川さん、お久しぶりの九州男児です。あるあるを思いついたので投稿させていただきます。その前に京橋のグランシャトービル内にオープンした串カツ屋コンドルは大盛況のようですね来月の大阪出張の時に寄らせてもらいます。それではゴルフあるあるです。ショートホールにワンオンチャレンジのお姉さんがいるだけでかなりダフる近況報告ですということで、先日いやー参った2年3組などという人とラウンドしました。これは2-3パットのことを2年3組と言い換えているのですが、関西でも使えますか。面白かったので友達とのラウンドで使ったら最初はは?とか言われましたが、4ホール目くらいになると皆も使い始めました。お試しくださいということです。はい、九州男児さん、お久しぶりのコメントありがとうございます。ね、やっぱちょっとキレあるなこの人。キレあるわ九州大さん。変わらずキレありますわ、ね、キレあるわ、それでは塾長あるある判定お願いいたします。俺の中では小やねんけど久しぶりなんで大で久しぶりやから大はい、ワンオンチャレンジあのたまにありますよね、あのコースで。あるある、あるあるを思いついたというその後に、書いていただいてますのが京橋のグランシャトービル内にオープンした串カツ屋さんコンドルは大盛況のようですねということで。あ、それ間違ってはるわ。間違ってますねこれは。あのコンドルはあの串カツ屋しない、ラーメン屋してるから。ラーメン屋高底面コンドルのやってるから。高底面コンドル京橋はでしょ。そうそうそう、グランシャトーへいらっしゃい僕本当かなと思ってそのグランシャトーのホームページ見たんですよほんじゃやっぱりないなと思って、うん、やっぱり串カツ屋じゃなくて、うん、あのシャトー飯店っていう中華料理屋さんはありますけど出張の時にあの来られても、うん、グランシャトービル内にはございませんのでね、もし大阪出張に来られた際はゴルフコンドルの提供先であります新大阪バープラスさんに寄っていただけたらねいいと思いますんで、
ゴルフコンドル聞いてますでおつまみついてきますんでね。それで近況報告いただきましたね。いやまあ、いった2年3組とか言う人いますが、めっちゃおるよな。めっちゃおるよ。関西めちゃくちゃ多いですよね。めっちゃおるよな。いてますよね、絶対そんな。おるよ。まあ、ずっといてるよ俺ら。3年2組とか。僕最高マックス3年6組までありますから。この2年3組とか、まあ3年4組とかこういう言い方って多分僕思うんですけど、関西発祥ちゃうかなとか思うんですけどね。そうなんかな。そうだから可能性もありそうやけども、でも関西人がめっちゃ多いな。多い関西人めちゃくちゃ多いでしょ。で、うん、それをえっていう人もいないですよね。大体いないですよね、うん、関西はいないですね。はい、2年3組、まあ、特に2年3組の生徒めっちゃ多いですけどね。2年3組多い、確かに。これまた他のリスナーさんに教えていただきたいですね。何年何組とか言うか。そうやね。ね、これ言ったらご当地ゴルフネタにもなりますもんね、来月の。そうやな。うん。これまた東京で聞かれてる方、アメリカで聞かれてるブラッドさん、マックスさん、ね、あのタイで聞かれてるタイ在住さん、ね、英語でも言うのかとかね。そうやな。タガル語でも言うのかとかちょっと教えていただきたいですね。聞きたいね。聞きたいです本当に。でもなんかいろんななんかなんかそんな言葉とかなんかこういうのやってるっていうのを聞きたいよね。聞きたいですね。ですね、うん、ね、ご当地ネタでね。うん。うん、また来月の、ご当地ゴルフのテーマでまた九州男児さん、またあるあるもですけど、ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。次にあるあるの次はですね。いつも iTunes レビューの方読ませていただくんですけれども、iTunes レビューの方いただいてるんですけれども、今日はちょっとお休みさせていただいて、昨日行きました、私ども行きましたゴルフコンペ K クラブのちょっとお話しさせていただこうと思いますね。太田さん、西川さん、昨日コンペお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのオープニングでもちょっと私と太田さんが話をしたんですけれども、ゴルフコンドルの塾長と僕でワンツーフィニッシュということで、俺どこ行ったんやつね。ねえ、太田さんは真ん中の方に引っかかっとった。真ん中の方にね、出す。気分いいですね、やっぱ優勝は。うん、おめでとう。ありがとうございます。塾長ね。なぜならお風呂入ってる時まで優勝と思ってたから。塾長やっぱ優勝やと思っておられましたか。優勝ちゃうかなみたいな。いや結構だからやっぱりお風呂入ってきたりとかやっぱあんまり良くなかったから、前の日雨降って、はいはい、ちょっとライブちゃくちゃやし、ね、結構みんな伸びひん子が多かったから、そうですね、うんうん、おこれ来たんじゃないっすかみたいな話で、はいはいはい、でもなー後期おるしなー言ったら、ちょうど俺らがお風呂上がって着替えてる時ぐらいにこうちゃん来て、そう僕がね、はいスアンダーでーすとか言うの、はい来たーみたいな、はい下克上始まった、まあ、ちなみに今回、ね、関西 K クラブさんのコンペで、うん、私初優勝ということで、うんうん、スコアが、アウト41のイン39のグロスが、うん、80だったんですけれども、ハンディキャップ9いただいてましたんで、うん、トータルで71と1アンダーと、ネットが71と、うん、ただまあそのコウちゃんの優勝がちょっとかすむぐらいの、ええことが起きたもんね。そうなんですよ、霞むようなことが起きて。え、どういうこと？太田さん、ちょっと太田さんちょっと言ってくださいよそれは。ねえ、ちょっと腰を痛めてたお姉さんがいてまして、うん、で腰がちょっともう治ってもう万全の状態になったと、うん、で僕が出会った頃は、うん、そんなにどういったんですかね、バリバリ結構ね出てる女性がすごいんですわそこの子は、うんうん、すごいですね。その中ではやっぱりそこまで普通の人よりはやっぱり100も叩けるしね、うまいんですけど、うん、やっぱりちょっとね、うん、70代パリパリ出すお姉さんらがいてるんで、うん、あれだったんですけど、あのドライバーパターが爆発してきて、うん、ついにはあのアイアンが炸裂して、うん、ホールインワン取っちゃいましたね、うん、あの美しい女性のチエさんっていう方かな、もう名前も言っちゃいましたよ、チエ姉さんが、チエ姉さんやっちゃいましたよホールインワン。僕 の、 あのちょうど一組前だったんですよね、うん、うん、で僕がその前のホールのグリーンで僕もうパター打つ瞬間ですよ、うん、にうわーってみんな言い出して、うん、これなんかあったなと思って、あ次もしかしてショートみたいな感じ で、うん、でホールインしたみたいな感じでみんな言い出して、うん、あの盛り上がり方僕初めて聞きましたけど、ちょっとタイムグループ入れた
こうじゃパット失敗しとったんじゃん、ほんまに。いや、ほんとそうですよ。しかもそのパットが重要なパットだったんですよ。それぐらいのすごい盛り上がり方で。失敗しなかったのに、後期。いやいやいや、そのやめてください、ちょっと。ただ、うん、昨日はそのセルフで回ってたんですよね。キャディーさんがいなかった。そうそうそう、キャディーがいない。だからやっぱりその、まあ、保険の内容にもよるんでしょうけど、そのホールインワンのそういうね、なんか次コンペした時にお金を払ってもらえるような、うん、その保険のあれが適用されるかどうかがまだクエスチョンなんですよね。まあね、まあ、保険がどうなろうが、うん、まあ、ご主人がやってくれるとは思うんですけどね。ああ、いい人やね、あの人。いや、間違いないですよ、もう、はい。もう名前も言っちゃっていいのかな、これ。松さん、あ、言っちゃいましたね。あ、松さん、ほんま、朝ごはん、ごちそうさまでした。あ、朝コーヒー、ごちそうさまでした。僕ら、コーヒー、ごちそうなんで。コンペ、ほんと、レベルが高くて、うん、もう、ね、去年の最後の12月になった優勝した人は、もう、グロスで69とかね。3アンダー。そうですよ。あの、優勝した人が75で回ってたんですよ、3オーバーで。うん、せやのに、グロスは3位とかね。やったらレベル高いんですよね、もう。いやでも後期良かったよな、ほんまに。そうですね、ありがたいですね。僕優勝めちゃくちゃ狙ってたんですよ。あ、そうな。正直、うん、僕実はこのコンペの前に、うん、僕朝6時から打ちっぱなし行ってますからね、うん、はい、打ちっぱなし僕1時間ぐらいやって、うん、でバンカー練習とアプローチ練習も30分ぐらいやって、うん、でゴルフ場乗り込んでパターやりまくってっていうね、うん、そうや、だってそのさっき言った松さんにその朝俺らコーヒーごちそうになってる時に、うん、こうじゃ来るんかな思たらけえへんかったもんな、うん、あ、そうそうそう、で聞いたら練習してました。そうそうそうなんですよ、ね、確かに気合は入ってたわ。気合入ってましたからね今回は、まあでも本当気合入れたおかげで優勝ね、やっぱ嬉しいもんでできて、まあ、よかったなと思うんですけどね、うん、あ、でも最後にね、あの今日塾上はちょっと用事あってその表彰式は変えられてましたけど、うん、まあ、その先ごちそうになった松さんもホールインワンの経験があるんですよ、男性で、はい、マジで、はい、あのお父ちゃんやるわけですよ、はい、で、女性がそのコンペ30ぐらい出てて、女性が4人参加してたわけですね、うんうん、もちろんその当日にホールインワンした千恵姉さん、うん、含め4人、うん、でその4人全員手挙げたっておいみたいな、女性全員ホールインワン経験ありみたいな、マジか、そんなんであります、ない、だいぶ僕イレギュラーちゃうかなと思って、この関西 K クラブさんの女性陣は半端じゃなくうまいですからね、半端じゃなくうまいですからね、だからね、その女性陣の中の、まあ、知恵姉さんもそうですけど、あの何人かが、あの違うね、今女性誌であのレジーナとか、レジーナっていうの、レジーナっていうの、あの雑誌とかでコンペとか知られてるんですよ、それとか、まあ、他の、女性 の、 あのガールズゴールとかいう、そこら辺の女性ばっかり出るコンペ出て、その K クラブの女性陣荒らしまくってるらしいですけど、ワンツースリーフィニッシュしたりしますよ。本当に本当に。またね、うん、いろいろそのリスナーの方にもうちらのコンペでもこんなんありましたよとか、あ、そうです ね、 ね、そんな話多分あると思うんで、うん、聞きたいですね、うん、うちとかた、いやほぼ全員ホールインワンやってますよとかね、うん、マジかよみたいな、マジかよみたいな、そうそうそう、そんなのちょっと聞いてみたいですね、僕ちょかなり驚いたんで、こんな手あげると思って、うん、ゴルフニュースポッドキャストゴルフコンドルではリスナーの皆様からのご意見ご感想ご質問ゴルフあるある、2月のテーマご当地ゴルフに関すること何でも募集しております、例えば、ご当地ゴルフ、関西では何かありますかね、おさんないっすかね、関西ではたこ焼き焼いてるとか言うといた、関西ではゴルフ場にあのたこ焼き焼いてるゴルフ場ありますよとか、あの犬飼ってるゴルフ場ありますと、犬飼って あ、 ありますね、それはあります、あります、大和高原な、はい、でたま、ヤギ飼ってるゴルフ場あります、あ、なんかそういう、そういったご当地ネタありましたらどんどん募集しておりますのでよろしくお願いします。 Google でゴルフコンドルで検索していただくと当番組のブログが現れます。ブログ内の記事ごとにコメントボタンがありますので、そちらからコメントをいただくか、ツイッターハッシュタグシャープ GOLCON ゴルコンをつけていただき、ツイートいただければ番組にてご紹介させていただきます。そして今日 iTunes のレビューご紹介を一人もしませんでしたけれども、今聞いててですね、iTunes レビューまだ書いてないなって思ってるあなたのレビューをお待ちしてますので、iTunes のレビューもお待ちしております。よろしくお願いします。
それではこの時間がやってまいりました。今日はもうちえさんおめでとうでいいんじゃん。ちえさんホールインワンおめでとうございます。本当にね。それではいきます。ゴルフコンドル、はい、補足コンドルです、はい、その11番ホールでホールインワンを達成したちえさん、はい、ご主人の松さんも参加してたわけですが、ご主人は11番ホールのショートで10叩きました。マジですか。すいません、マッサン、オチに使っちゃいました。知らんかった。